ですよね。猿ということで出発みたいですね。プノンペンにね到着いたしましたよと。のびたび。はい、どうもおはようございます、じゅんやです。いつもお世話になっております。2020年の12月8日かなの朝9時45分ぐらいです。今日はね2ヶ月半過ごしたバッタンバンをね移動する朝でございます。はい、荷物をね全部こうやってまとめて背負って今出発したところですね。なかなかいい街でしたね。バッタンバンもあっという間の2ヶ月半でしたね。うん、河野猫さんも相変わらず元気です。はい、あ、ここのカフェ結局行けへんかったな。うん、まあそんな感じで10時半出発のバスを予約したので、で10時にはね来といてみたいな感じ言われてたんで、まあ程よい時間に出れたかなという感じなんですけど、いやーなんかねお別れっていうのはだから寂しいもんな。まあこんな感じでちょっと足早に歩きながらなんですけれども、この街をね去るということでなかなか感慨深いもんがあるようなないような、ないようなあるようなね。ここのねヌンパンのお母さんも朝はおらんのかな、こんな早い時間にはおらんか。ヌンパンのお母さんにもね毎晩、まあ、後半あんまり食べてなかったけど一時はねもう1ヶ月ぐらいはね毎晩ヌンパン買いにねここ来てたんで、最後挨拶でもしたかったんですがいなかったですと。なんかここのお母さんもね一回ラーメン食べさせてもらって、なかなかねいい街でした、いい街でしたよという感じの、バッタンバン今市場を通過しております。はい、まあこうやってね2ヶ月とか3ヶ月ぐらいのスパンでうろうろとしながらね生きてるんですけど、ここ6年ぐらいねうろうろしながら生きてますが、やっぱり移動する時っていうのはなかなかねいろんなあれがねああいう感じになってそういう気持ちになりますよね。うーん、なんかこの街とねお別れする寂しさとまた新しいねとこに行くっていうねワクワクした感じ、期待感というか若干不安感もありつつね、まあ言うて今から行くとこプノンペンでね前1週間ぐらいしか過ごしてないですけど、まあ行ったことあるとこに戻るっていう感じなんですけど、その後ねさらにプノンペンからちょっとね離れたところのタクマウっていうところに行く予定なんで、そこがまたね楽しみですね。果物屋さんがたくさん元気ですよと。 See you。 あの果物屋さんもね一時はねよく買い物してたんですけど、向こうの市場の方が安いっていうのにね気づいてからは全然買い物してなかったんですが、顔をね合わせるたびにあえて笑顔でね挨拶してくれる素敵なお母さんでしたと。バスがね何時間っつってたかな、4時間っつってたかな、6時間っつってたかな、6時間もかかんない。まあとりあえず夕方ぐらいに着くんですよ。なのでまあチェックインするのにはねちょうどいいかなっていう、まあ、プロンペンのどこに降ろしてもらえるかっていうのもいまいちよく分かってないんですが、なんだこんなところに椅子が倒れてる、謎の椅子倒れが発生しているね。うん、そんなこともあるカンボジアバッタンバンでございます。もうすぐそこなんやね、ここまで来たら。まだまあちょっとまたねバス乗り込む時ぐらいにまたカメラ回そうと思います。はい、なんかもう出発みたいですね。着いたらもうバスが待ってくれてました。まだ10時にもなってないのに思いのが早い出発でびっくりしてます。はい、2時間ぐらいね走って
来たとこのなんかこのレストランでね今休憩しておりますが、はい、そんな感じです今ねトンレサップ湖のね、まあ、南側のちょうどね真ん中ぐらいのところですわ。あと3時間ぐらいかかんのかな。まだ中間地点よりちょっと手前ぐらいですね。こんな感じでちょっと休憩してまた車乗って出かけます。ほなね、なんか飲もうかな、コーヒーでも飲もうかな。あー、はい、プノンペンにね到着いたしましたよと。あー、はい、プノンペンに到着いたしました。なんかねもう4月にね出て8ヶ月ぐらい経ってんのかな、プノンペン出てから。なんかこんな都会やったっけっていう感じするよね。まあプノンペンのねほんの一部しか前回もね見てなかったんであれなんですが、すごい都会やねプノンペン、びっくりするわ。なんか何でも揃うねこんだけ都会やったら、すごいね。でちょっとね宿からね離れたところなんで、バスが止まったのが30分ぐらい歩かなあかんのかもしれんね。しかしすごいなこの都会ぶり。まあそんな感じでね宿の方まで歩いていこうかなと思いますが、今日の晩飯どないしようかな。まあ宿がどんなとこかっていうのもね気になるとこですが、キッチンは使われへんやろうな。今ね4時50分でございます。どんなもんなんやろうな、そんなに遠くないのかな宿まで。ちょっと Google マップで、パソコンとかもね売ってる店があっちこっちにあるよ。すごいね、何でも揃いそうなところで、こういうとこでねちょっとしたなんか食べれたりとかね、楽しそうなとこです。カフェアマゾンがあります。なんか結構ね広範囲でこういう大都会が広がってる感じ、もう東京かなって思ったわ。バッタンバンなんか火じゃないよねこれ、この感じ。みんな遊んでる、あんなとこ。みんなスポーツ好きやねカンボジアの人は。ああいうとこでこういうとこでねせっせとこうバドミントンしてみたりとかね。どっちやろ、横断歩道あるから渡っときましょう。なんか信号機があれやね、日本のやつに似てる。サンタさんの衣装もいっぱい売ってるよ。でですね、こっちで合ってんのかな、地図がなんか微妙や。 2.6キロ、33分の道のりでございます。ほら行きましょう。バツバツイヤー。こんなのおったらいくらぐらいすんのかな。まあ歩ける距離は歩きましょう。しかしすごい都会やな。なんかの屋台いいね。初めて歩く道やねこの道は。いやしかし都会やな。お、あのまっすぐ突き当たりに見えんのはセンターマーケットかな。なんかそんな気がするね。地図で確認してみよう。あ、確かにセンターマーケット突き当たるんやこれ、この道。すごいな、ちょっとこっち一本入った方が面白そうな気がするな。面白そうやし、あんま大きい道危ないからね歩いとったらね。都会は都会でおもろいな、ごちゃごちゃしてて。なんだこれ、ホテルかな、すごいな。でこれ屋台があったりね。あ、美味しそう、なんか焼いてる。なんかでっかいの建てたな、またすごいな。最近できたのかな。ハロー道端でドラゴンフルーツとか売ってる。あ、ここにもね果物屋さんがございますね。もう5時でございますさ。なんかおしゃれな店もあるよこれ。あ、これ美味しいねんな、確かうまそう。買いたいけどちょっと荷物多いから。なんかこれも美味しそうやね。なんか美味しそうな屋台が予算あると。あ、この辺屋台ばっかりや。珍しく靴履いてきたら靴ずれやわ、もう早速かかとが。美味しそう、美味しそうなパン屋さんだよ。おー、わーすごい良さげな店が予算あるわ。
プノンペンこんな都会やったんやな。8ヶ月もね田舎におったらこんなとこ来たらもうビビりまくりやわ。何屋さんやろ、美味しいんかな、ヌンパンかな。こっちはヌンパンいくらぐらいで買えんのやろな。おー、わーすごい、あの向こうのザ・スカイラインって書いてある、何やれ、マンションか、すごいな。変わっちゃったよ信号。おお、やーべえ、今の事故りかけてたやん。わあ、交通量がすごいな、大都会や、やばいな。プノンペンバイクとか車でも普通に信号無視しはんで、すごいな。やっと変わった、信号待ちが長い。てか信号なんてバッタンバーにあったっけ。そういえば信号待ちなんか久々にした気がするな。おー、なんやろ、ヤムチャかな。わー、豚まんみたいなの売ってる。わー、うまそう、豚まんうまそう、ラーメンとかやってんのかな、うまそう。いや、なんかいろいろいろんなとこから視線を感じるんやけど、何屋さんやろ、分からへんけどうまそう。これも何屋さん、ヌンパンかな。おいしそう、いいね、楽しいね、やっぱりカンボジア。これは何屋さんやろ。すごい、なんだ、美味しそうなのかどうなのか、なんだろうね、いろいろあるけど美味しそうなのかどうなのか。こっからでかい道に出て、うわ、マッサージチェア、セーティーサウザーのなんかあれみたいな、すごいな、こんなとこ入って行ってみたいな。車のシートがいっぱいある、修理屋さん、リサイクルして売るんかな。やっぱ物価ちょっと高いんかな、他のとこより。ローカルのご飯どんぐらいで食えんのやろう。あ、ダイソーがある、ダイソー楽器売ってるやん。あ、違うわ、え、マディソンって書いてあるわ、マディソンがダイソーみたいに見えた。楽器屋さんやった。シャンデリア売っとるわ、ゴールディンなビルディングがあるよ前に。ここちょっと入らせてもらいたいね。ボックスミールが 4.2 ドル。美味しそうやな、食べてみたいな。あれで 4.2 ドルか、魅力的やな。でここをひたすらまっすぐ行ったら川の手前に私の予約したホテルっていうかゲストハウスがございます。電子レンジ修理してる。おお、なんかようわからん店がいっぱいあるわ。何屋さんなんやろ。なんか知らん、修理してる。やっぱ物をね、直し持って大事に使うんやね、みんな。修理屋さんみたいなの多いもんね。これは何なん、プリン、あ、写真屋さんが多いのか、ここは。何、電気の修理屋さんと写真屋さんの通りなの、ここ。白犬。お、マキタ、世界のマキタやね。うわー、また綺麗な建物、でも工事中か。なんかご飯食べるとこある。結構高い気がする。ここは何屋さんだ、マイスタイル屋さんや。おー、モンピを作ってはるね、モンピ屋さんや。おー、漢字の散髪屋さんあるやん。こういうとこでやりたいよね、丸刈りするときこういうとこでやりたいよね。全然歩きなかったで、2人おったけど。こんなん掘ってもらえるんかな、すごいな。なんかええ匂いすんな、こっちかな、ええ匂いは。この辺まで来ると前回来た時もね、うろうろしてた範囲のはず。ここなんか歩いたような記憶があるような。ゴールデンゲート、アメリカンスクール。宿ちゃんとやってるかな、しかし。でもなんかカードでも支払い済んでるっぽいからな。なんかおしゃれな店。サウンドクール。この先はちょっと広めの道やな。ハピネスがあるやん。シンス2000と、何屋さんやろな。レストランハピネス。
創業10年のお店です。上はかなり立派やな。ラ・フェームデ・バケス、おしゃれなビル。こっちもまたでかいビル、窓拭きしてる。2つ交差点越えたら目的のゲストハウスにたどり着きます。 RS3 ホステルっていうとこね。 RS3 ホステルでございます。どういう意味あるね、 RS は。すげえ、石をこうあれする職人さんや。すごいね。あ、こっちも全部手作り、全部。あ、涅槃像すげえ。仏さんがいっぱいおる。でかっ。ヒゲや、ヒゲマートや、マスターシマート、ほんまにヒゲマートや。コンビニみたいな感じかな。ここは何やろ、バーかな。なかなか荷物全部持ってね、移動するのも大変ですわ。なるべく少ない荷物にしてるつもりやけど、これ真っ昼間やったらめちゃくちゃしんどかったやろな。今日晴れとったし。コーヒートゥゴー、24時間、24時間カフェがあんの、すごいね。へえ、さすが首都プノンペンは違うね。カフェ24時間で営業しとる。なんやろこれ、なんか白くて綺麗な建物、前に屋台が、串焼き屋さん、美味しそう。ええ匂いするわ。なんやろこれ、学校かなんかなんかな。ロイヤルユニバーシティオブファインアーツって書いてある。大学か、こっちはホテルかなんかかな。大学なのか。なんかアートな店がいっぱいあるわ。芸術大学か。メタハウス、外人っぽいのがたむろしてる。さてさて、もうすぐ、あ、もう一個次の交差点越えてからやな。ピッツ&タパス、アロマレバーネス、ビーガンオルソーって書いてある。あ、ここなんか見覚えがある気がする。なんか向こうから歩いてきた覚えがある気がする。なんか新しく店ができんのかね。もうだいぶ近いよ。あ、もう5時半や。もう30分ほど歩いとんな。なんやろ、猫さんの絵のカフェ、チーマカフェっていうのかな。あ、猫カフェか。いや、すげえ猫さんと戯れてる。へえ、猫カフェがあんねや、こんなとこに。あ、コンビニっぽい店もあるしね。で、ここ入っていくんかな。 RS2 がある、ここに。ここに RS2 があって、おそらくこの裏やな。コーヒートゥデイっていう店があるや。バスチケットとか書いてあるね。この奥に行ったらいいのかな。売店がある。ナウィンゲストハウス、これまた別か。また別のゲストハウス。 RS ホステルって書いてある。これかな、これが3なんかな。なんか紙貼ってある。 Please check in at RS ゲストハウスOr 2 in the front of the main road。 なんやねそれ、前行け言われた。何やわざわざ来たのに。チェックインは1か2でしてくれってことでした。 RS2 ゲストハウスって書いてある。ここか。よいしょ。キア、チェックイン。ああ、ここで、あ、レセプションこれなんか。 Hello, I have a reservation。 ジュンヤ、白髪。チェックイン。 Yes。 Where are you from today?バッタンバン。Already 8 months. Okay. Yes, I do. Okay. どんな部屋かな。人いっぱいおんのかな。よいしょ。はい。すごい。セカンドフロアね。はい。Okay. Twenty-two bed.これ OK。 あ、よいしょ。そう、はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタン、
ポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。